はい、こんにちは、カズボです。ドラゴンクエスト3続きやっていきたいと思います。今回はですね、この下の大陸行こうと思います。普通に行けんのかな、これ。船で行かないとダメだ、確かに。もう一個ね、町あるんですよ、実は。そこまで行って、やるべきことね、全部やってしまってからの、まあ、突入かな。掘って掘って掘り抜いて、掘って掘ってまた掘ってと。俺たちはトンネルを掘っているんだ。お、2個あんね。盗賊の鼻聞いてきましたよね。なんかどっかに落っこってんじゃねえかな。普通にここにあんのか。あったあった。すげえとこにあんな。えい、コーラ、えい、コーラ。まだ掘り抜いてないんだね。掘って掘って。あ、早くリムルダールに行きてえもんよな。まあ、掘ってる最中だね。この人たちが掘ってリムルダールにつながったって話なんで。じゃあ、やっぱ船だよな。右下の大陸に行くので、まあ、ぐるっと周りから行けばいいか。その方が早いね。はい、キングマーマン出ました。これ初ですよね。フバハ覚えたね。お、ここだ。あ、ここも離れ小島なってんだ。多分ここに行かないと無理だと思いますけど。これ多分小さめだろ、ここにない?ちゃんと覚えてるってすごい。まあ大体ここにあるんだけどね。もうないよね。ここは聖なる祠。雨と太陽が合わさるとき虹の橋ができる。行くがよい、そして探すがよい。え?あ、待って。持ってんだけど、それ。あと、雨雲の杖持ってないのか。雨雲の杖って、リムルダール、どこにあるんだっけあれ。あ、ゴールドマン出てきた。お金持ち。違いますよね。ドラクエ1とかとね。ザラキ効かないかな。わお。これ多分ついたよね。あった。ここですね、リムルダール。
はい、リムルダールの町にようこそ。ここもすげえ乗ってんですよね。私は見た年老いた男がこの島の西の外れに立っていたのを。あの男は今どこに？ここは武器と防具の店だ。どんな容体？バスタードソードとか売ってますけど、バラモス一人倒すとこれもらえるんじゃないかな。確かに。ハヤブサ持ってんな。三河足の服、ドラゴンシールド、オーガシールド、グレートヘルム。グレートヘルムが上がる。オルテガのやつより強い。まあ、これ装備すればいいか。でも、いいか。お金がないね。3万5000もするね。ここは、5個あるね。ここってだって別だもんね。ね、4個になるから、まあ全部調べればいいんだけど。すげえな、悟りの書あった。賢者になれますね。もうこれ、もう賢者はね、いっぱいいるのでいいですね。聖なる守りは聖霊ルビス様の愛の証ですわ。そうだね、それ取りに来たわけじゃなかったんだ。噂ではルビス様が封じ込まれた塔に光の鎧があるそうじゃ。もう取ってきましたね。金のくちばし。あと2個。あと町に5個か。まあ、どっかに落っこってんでしょうね。レビラマ使えば。キラーンと光りますが。あれはあそこから行くのか。まあいいや。こんなとこにもあっかもしれない。ないか。あっかもしれないよ。ないかってね。哀れなり勇者オルテガ。魔の島に渡る術を知らず、海の藻屑と消えたそうじゃ。立ってたのってオルテガだよね。まさかここ来てオルテガを追うことになると思いませんでしたけどね。お、あそこに階段あるね。ここは予言書。雫が闇を照らすとき、この島の西の外れに虹の橋がかかりましょうぞ。あ、そうなんだね。あ、あの女の人話しない。おう、神様どうかこの国をお救いください。お、あそこにあるね。あんなわかるかって話だよね。この世界の上には光あふれる世界がある。信じられませんわ。まあ、どっちみち全部回るね、それはね。光の玉がなければとても魔王を倒せないでしょう。お兄ちゃんたちも魔王を倒しに行くの。でも遅かったね。きっとオルテガのおじちゃんが魔王を倒してくれるよ。ああ、心配だ。宿屋に置きっぱなしの荷物を誰かに取られてないだろうか。あの中にはオルテガ様から預かった大切なものが入っているのに。お、くじけぬ心。一回止まるか。グレートヘルムだけ買おうかな。これか。え、でもくじけの心って大事なもの？町の外れにいるって言ったのにあの人ったら遅いわね、プンプン。まあね、外れね。3個。これって町の外の話だよね。魔法の鍵というものを一度見てみたいものよの。まあ、ここに来たら売ってるゲームありますけどね。さて、あと1個どこだ？あと1個あるよね。このフロアにはないらしい。ここにあるのか？あ、取ったんだね。あ、今3つあった？街の外れって言っても色々あるからね。あ、これ、街の中から行くのか、あそこは。え、待って、街の外れって言っても色々あるよね。あれ？右下か。あれ、いない。町の外れに待ってるって言ったのに。こっからだ。その囚人は人を騙してばかりいた男だ。はい、神秘の壁にあと1個か。魔王城、大魔王城の玉座の後ろには秘密の入り口があるらしいぜ。まあどうせの俺の話など誰も信じちゃくれないがな。いや、本当なんだよ、それは。全部拾ったね、これでね。
はい、雨雲の追加と、あれってどこにあるんだっけ？取ってないな。そうだ、何もないと思い込んで、ここ逃してましたね、そういえば。3の雨雲性ってここだ。人間は嫌いだけど、オルテガは好きよ。きっと大魔王を倒してくれるわ。ドラケ1の、ロトの印あった場所だね。そこに何もなくて違うとこにあるって3で思ってたので、ここね、来てもね、スルーしてましたけど。お、絶対なんかね。お、神秘のビキニ。待って、これ、あともう一個は。おぉ。私はその昔、ルビス様にお仕えしていた妖精です。はい。そして、ここ自分の誕生日入れたんでモザイク入れときます。知ってる人知ってるんですけど、ルビス様に代わり、アルスに呼びかけたのもこの私。あの時は随分と失礼なことを言ったかもしれません。許してくださいね。だから最初の質問したのはこの人だよね。しかし、アルスはついにここまで来てくれました。私の思いを込め、あなたにこの雨雲の爪を授けましょう。はい、ですね、誕生日の場所は、最初の質問の時自分でカットしてたんですけど、まあ誕生日とかね、まあ本名を書いてもしょうがないなと思ってね。だから伏せときます。これで、リムルダールの右下ね、あそこに行けばいいので、行っちゃいましょう。はい、これでようやくだね。そういえばそうだと思って。ここは聖なる祠。よくぞ来た。今こそ雨と太陽が合わさるとき。はい。雨雲の杖と太陽の石はね、ラダトームにありましたけど。そなたにこの虹の雫を与えよう。はい。虹の雫取りましたので、あとはリムルダールに行きまして、とりあえずね、まあ一回戻ってね、回復もしますけど、こっからね、左上の方に行けばいいので、まあこんだけレベルあればいいかな。デモも覚えてるんで、もう大丈夫でしょ。それでね、呪文まだ全部覚えてないので、呪文全部覚え切った瞬間に転職したいと思います。覚えた順番からね、一番後ろだけはね、最後ね、盗賊にしようかなと思ってるので。花子さんあたりはもうずっと、あれでいいかな。賢者で。あと、武道家入れればいいか。ではね、まあ、魔の島なる場所行きましょうか。ここ敵地があるんじゃなかったっけ？お、出てきた。ドラゴン。
ここで初めてですよね、ドラゴンってね。それは強くないんですけどね。初めてやった時ね、自分ね、ドラクエ3だったんですよ、ドラクエシリーズがね。で、ここでドラゴンという存在を初めて知ったんですけど、ドラクエ1とかって、キースドラゴンとかね、ダースドラゴンとかいるじゃないですか。だから、他のゲームでね、ドラゴンがすごい強い存在になってるじゃないですか。ビルダーズとかでも、そうですしね。お。トルネコの大冒険なんかね、この後出ましたけど、あ、この後じゃないか。ファミコマのリメイクで、あ、年4が先だったかな。だからその時ドラゴンとかね、一番強い敵だったじゃないですか、ワンって。だからなんでドラゴンがそんなんなんだろうなと思ったらね、ワンからやったらすげえよくわかんないですよね。34まだ覚えないな。あ、ベホマラ覚えたらもう楽だ。はい、来ました。ということで、ここですね。ここまでね、今回来ようと思ってたので、あとはもう集めたメダルを渡して、今何枚だろう ?95 あればね、新規のビビなんですけどね。まあ、グレートヘルムもうちょっと買えるね。あそこに行けば、まあ、ルーラではあそこ来れないので、まあ、こういう感じで来る手だけ紹介しました。次回ね、目の前から始めますので、まあ中攻略で、あと2回ぐらいかな。攻略と中のボス倒して終わりぐらいなんで、まあ2パートですね、あとね。まあその後何するのかって話もありますけどね。まあ実質、まあストーリーはそこまでですね。94枚かな?あ、96もいってる。いつの間に。お、ゴールドパス。あ、あれが欲しい。神秘のビキニは、トゥイ、トゥイ、トゥイ。ここだね。水の羽衣もいいんだけどな。はい。なんか、体違いますよね。ちょっとビキニになってますね。まあ、買わないね。よし。はい。ということで、今回ここで終わります。まあ、ビキニも入ったんでね、女性装備ですね。だから、このドラクエ3って、まあ、ここまで来て分かるとおり、セクシーギャルがね、ムッツリスケベよりね、ステータス上がりやすいですし、こんな装備もありますしね。まあ、女尊男卑ゲームって言われてますけどね。まあ、本当にそうなんですね。女性の方がやっぱ、ね、優遇されてるゲームなんで、まあ、それもそれでいいですよね。まあ、花があった方がやはり、冒険は楽しいもので。ということで、今回ここで終わりたいと思います。じゃあ次回ね、城をね、攻略して、ある程度まで行きたいと思いますので、よろしくお願いいたします。よろしければ、グッドボタン、チャンネル登録、ツイッターの中してあげるとすごく嬉しいです。ご視聴いただきありがとうございます。次の動画でお会いしましょう。